こんにちは、倉田ノアです。今日はホカンス動画なんですけど、大阪で初のホカンス動画で、今日のホカンする友達はコロちゃんです。黒いのスタート。はい、12回です。ご案内いたします。はい、よろしくお願いします。大丈夫です。はい、お部屋です。はい、入ってすぐがこんな感じで、なんか面白い作りなの。お家みたい。ここに大きい鏡があります。そしたら曲がって、ここにいろいろアウター類が入ってて、こんな感じで2つある。これありがたい。ホカンスの時映えれるから。こんな感じで行って、お部屋にはまだ行かずに、どうもこんにちは。こんな感じです。綺麗だよね。めっちゃ綺麗です。お風呂超綺麗メインのベッドルーム、かわいい。窓も大きくて、大きいのを選びました、というか選んでもらいました。こんな感じ。多分ね、朝の方が綺麗に映ると思うから、また朝撮りたいと思います。ウーバーしました。韓国料理です。イエーイ。23時7分です。わあ、いただきます。今日神戸コレクションがあって、そのまま大阪来てホカンスしてるんだけどね。乾杯。乾杯。お疲れ様。お疲れ様です。マジ美味しい。美味しい。私のーちゃんの YouTube 初めてでしたっけ？あ、じゃないわ。私今まで出たことないでしたっけ？しりとりみたいな。ああ、しりとりしたしたよね。しました、ね、でも2人でプラベで会ってこうやって撮るのは初めてだと思う。確かに。てかプラベで会うこと自体初めて。それがまず初めて。そう、マジ初めて。レベル高いですよね、初めてで。そんな急にそんなホカンス初めて会って2人でホカンスしちゃうっていうとかないもんね。確かに撮り皿あった方がいいですよね。でもなくない？ないでしたっけ。ティーカップの、あ、コップの下の皿みたいな。いや、ないんだよ、それは。おい。ないでーす。うん。辛いですか？これです。私がちょっと歯に初めてだった時に TikTok あるんですよ。残してるんです。私の一番最初の TikTok の投稿にあるんですよ。マジ？これです。2019年です。覚えてる。覚えてます。制服着てて。あ、そうです、そうです。オーディション受けに行くって言って、そうです、そうです。なんかオーディションのアドバイス聞きに行ったりしたんですけど、おーちゃんにそんなこともあったね。ありました。あれが初めましてですね。うん。でも事務所でもなんか唯一の清楚な気がする。ちゃん私ですか？うん、え、じゃない？なんか割と濃くない？うん、そんな気がする。でも私もなんか薄く見えて
やってたりするんですよ。そうですよね。結構やってたりするんで。そうですよね。うん、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 韓国料理ってなんでこんな味なのね。やばい、住みたい。うん、住みたい。行きたい、早く。え、高校の修学旅行行きました？行ってない。あ、行ってないんですか？どこだったの？私ハワイでした。行ってないでしたから。行ってないんですかとか言ってきながら。でもそういう子いっぱいなんだろうな。いや、そうですね、うん。なんか年下と話合うのかなとか思ってたけど。全然いける。いや、私も年上の方と遊ぶの、うん、マジでないです。あ、ない？でも初めてなんじゃないですかね。多分初めてだと思います。ノアちゃんが優しいから、あの、私のバリしょうもない話に対して笑ってくれて、私は嬉しい。マジが。この後うちら飾り付け合うんだよ。マジ今日高校でだったんだよ。早くから。私たちはホカンスに映えるために風船を買ってきて。寝るぞ。マジ。私も寝るぞ。頑張りましたよね。うん、だいぶね。日本で、うん、風船買ったらヘリウムガスも入れてくれて、うん、そこそこ可愛い、うん、バルーンが売ってるようなお店が知りたい。知りたいです。知りたいです。いや、本当そうだよね。なんか韓国の方の YouTube とか Vlog ってでホカンスとか見ると、うん、大体もう風船をその場で買ってヘリウムガスで入れてくれて浮いてる状態の風船があるんだよね。いや、マジそうですね。で、浮いてるのどれだけ価値が高いか。本当だね。どうする？私諦めてないんですよ。けどすごっ。諦めてます。やろう。フリ音楽。それちゃちゃちゃっと、そうです。自分が撮ったフリ音楽です。使えてますよ。ニコちゃんのこれ見つけた瞬間テンション上がったの。共演してでしょ。ないね、それ。それ金庫じゃね。金庫はない。え、金庫ですか、これ。え、金庫だよ、それ。受話器じゃない。しまって。女の子ってさ、あの、恋愛話とかで盛り上がると思うんだけど、ここ絶対盛り上がんないんだよ。マジ帰りも話してたんだけど、すごい終わり。対して全然何にもなくて。できた。え、すごい。できました。かわいい。もう大丈夫そう。え、よくないですか。よくないね。やめないのこれ。それね、どうにかしたいね。それ縦に吊る下がってたら可愛かったわ、絶対。可愛かったよ。うん。映えに励みます。映えタイムです。カメラこっちですけど。今3時ですよね。こんなに映える？こ
これで見た感じとこれで見た感じ全然違う。くない画角いやえめっちゃ可愛い。これすんごいまた開く。そうすんごいまた開く。嬉しいの知らないでしょみんな SNS の。これ実はこうやってわーってマスキングテープが取れちゃいました。そしたらこうやって縦で映えればいいね、リバーシブル。いやー取れました。ポップさんゲームない顔してた。いい、私が乗せたい自分って言っていやおかしいでしょめっちゃ可愛い。あらあれ急に画角が真っ暗みたいな。そうなんですそうなんです。あれからよし写真撮ろうって言って撮って TikTok 撮ろうって言って撮ってっていうことをしてたら、ただいまの時刻は6時半です。朝の6時半です。バカじゃないのやばいんだけど、ガチやばい。もう私たち寝る9時に起きないといけないから全然寝る時間がないんですけれども、カーテンをしっかり閉めたらなんかギャルの気分になってる。今ギャルの気分になってる。マジやばい。しっかりお風呂にも入ったので寝たいと思います。それではまた朝、おやすみなさい。バルコニーめっちゃ綺麗。おはようございます、朝です。おはよう。めっちゃ寝ちゃった。すっぴんで出てます、そちら。